よし、どうも、ヒです。さあ、今回はですね、パワポ2022栄冠ない実況動画ね、やっていきましょう。ということでですね、今回はですね、夏の県大会をね、ちょっと、やっていこうかなと思います。まあね、今弱小だから、ここからね、ちょっと勝ちつけてね、いきたいなと思います。では、早速ね、試合に行きましょう。よし、じゃあ早速ね、1回戦目やっていきますか。さあやっていきましょう。どうしようかな、センター返しがちょっとレベル高いから、センター返し選んで積極打にしていきます。お、よし、超えたね。よし、いや、こっから入るかどうかの点数が。お、入ったね。いやー、でもね、やっぱり3年生にとってはね、もう最初で最後だからさ、1年目のね。だからね、負けたらさ、もう終わりだからさ、もう絶対ね、なんかドラフトではね、指名されない、はい、ケースなんだよね、これって。うん、ゲッツーコースだー。うわ、マジか、同点されたか。え、マジかよ。ちょい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 、これはちょっとやばいんじゃないの、これ。どっかでね、あー落ちないか。いやー、ちょっと待て、この3点差はな、ちょっと厳しいぞ。いやー、こいつに打たれたんだ。こっからね、正直言ってですね、巻き返せるかな、ちょっと俺不安なんだよな。なんかね、投手にも2安打打たれてるし、ストライクを取れたけど。粘ってくんな、やっぱ1球外すか。じゃあもう1回ストライクを取れ。ちょっと待って、それだけは勘弁してよ。ちょっともう105球だな、ちょっと変えてあげようか。お任せに。よし、ゲッツーコース。よし。いやー、4点差か。なんか厳しいぞ、この、今の、この打線だと。どっかで奇跡が起こってほしいんだけど。また守備か。この手の方をプレイしたいんだけどね。なんか打たれる感じがするんだよな。このピッチャーめっちゃ取ってくんだよな。よしよし、なんとかはアウトは取れたけど、ストライクを取れ。よし、いや、打線が全然機能しない。
と、こうやってみるか。よし。いやーでもこっから4点差でしょ。4点差はきついってこれ。流し打ちやってみるか。よしよし。よし、なんとか。だけど、オール1だけど、どうしようかな。やっぱりね、お任せしかないよね、もう、オール1だし。カタブ三振でしょもう当たり前かのように言っちゃってるけど転がせが一番なのかもしれない、もしかしたら。ダメだこりゃー、ダメだこりゃもう守備の出番早いって。これガイア順前進されて、よーし、仕上げて、ちょっとストライクを取らせて、の、いや、9回だと4点差でしょ、厳しすぎるよ、これ。ちょっと積極打にして。もう積極的に行かれるので、絶対ね、落ちねさあ、左打線だけど、おー、引っ張りだ。かけてみるしかない。おっと、そうそうそう。積極打にするのちょっと忘れてた。おお、すごい、すごい。いやー、厳しいな、やっぱり、この3点差は。いや、4点差だね。どうしようかな、お任せにするか。さまじか。最悪。最悪の終わり方これ。はい、1回戦負け。いやーちょっとね、今回はちょっと伊藤将司がね、ちょっと炎上、まあ6失点でちょっとね炎上気味というかね、ちょっと乱調気味だったね。打線もね、やっぱり、まあ、8安打ってちょっと2得点だからさ、ちょっと全体的に鍛え直さないとあかんな、これは。はい、じゃあまあ3年生が引退して、ちょっとオーダーを変えるか。まあ、まあセンター候補としてはね、この飛田くん知ってるかな、あ、飛田くんをまあセンターにして、まあ走力をね、上がってきたらちょっとミートをね、あげようかなと。で、清水くんは、まあ、どうしようかな。っていうと、まあ、ミートとパワーはちょっといいだから、ちょっと、パワーよりちょっとミートの方が上げた方がいいかもしれないな、これは。で、西くんはちょっと、この能力だと3番バッターじゃねえから、ちょっと、9番ぐらい下げて、桑原君をちょっと8、7番に落として、まあ、1年生をちょっと、基本的に使うか。どうし、4番をそうだな。
杉本にしようか、ちょっとラオウじゃねえけど、そう、ラオウに変えて、これ。田村くん、どうしようかな。とりあえず、これでいって、ちょっと、日程進めようか。さあ、夏の大会から、あれから経って、あれからね、一回もね、練習試合がね、ないままね、秋の大会にね、挑んでいきますか。ということでね、秋の県大会やっていきましょう。よーし。よし。勝ちてぇな、さすがに。さあ、ラオウ。ラオウじゃねえけど。ラオウにし、内野のラオウにしよう。ちょっと引っ張らせ、引っ張っていただいて、4番としてね、打ってもらえないと困るからね、やっぱり。打ち上げたー、先制できなかったか。強振よりも案外行ったりしてる、もしかしたら。2打席連続の打ち上げた。でもあれかね、ランナー2塁か、だけどね、ミートとパワーも G だからね、ちょっと不安だな。かといって送りバントもちょっと怖いからね、お任せにしよう。ここはおお、フォアボール？積極だね、くせ者にして。お任せ、ここは。正面。さあ、先輩よ。先輩、結果を出してくれ。ここは強振でやってみるか？ちょっと引っ張ってやってみて、最悪最悪のパターン。さあ、ラオウすぎ、内野のラオウよ、そろそろ打ってくれ。お任せにして、お、いった、いったんじゃないの。よっしゃ、いった、打ってくれた、内野のラオウ。さあ、ノーアウト一塁。ここはちょっと送りバントでいいかな。タイムで。あれ、積極化にして、送りバントにしよう、ここは。おっと。送りバントにして、音を打つ。ダメじゃーん。さあ、ここでまた伊藤和田氏が、じゃあ、打席で。ここは、打ってもらおう、頑張って。嫌な予感するけど。予想的中。予想は的中した。さあ、流し打ち、いや、転がせの方がいい。転がせやってみるか。そう、ああ、ドッタッチアウトか。11か。お、
来た、内野のラオウ。さあもう一本打ってくれれば。もう一本打ってくれ。三球三振かいな。ここは積極だよ、任せにしてみよう。抜けたけど無理だよね、さすがに、さすがに無理だよね。ここはお任せにするか、強振もしたいけどね。打ち上げたら絶対もう、てか打ち上げたらもうチェンジだからね。ちょっとここは考えてお任せにし、強振もしないでお任せにしよう。うーん、取れた。1点が遠いな。6球回表。いやー、ここでね、点取らないと、相手点取ったらもうさよなら負けだからね、これ。なんとか打ってくれ。三球三振かいな、お前も。積極的に、積極的には言ってんだけどね。当たってないんだもんね。おお、よしよし。よし。さあ、一塁出る。ランナー出て。さあ、どうしよっかな。ちょっと、何球投げてるの ?89 球か。ちょっとまだいけそうな気はするけどね。盗塁はちょっと遅いから、ちょっとまだ、まあ、できないとして、ちょっとセンター返してやってみるか、ここは。最悪。おお、よし、危ねえ。なんとかチェンジは免れたか。調子にやってみるか。当たりが弱い。いやー、ここはね、さようならは絶対避けなければいけない場面だな。内角中心。よし、よし、よし。内角中心。バッター側にね、投げた方が多分いいかもしれない、これは。低め中心。ホームランだけはやめてほしい。というか、というか、よし。ミートは低いけど、パワーはない。定位置で、ここは、ないか、通信。レベル低いのがちょっと怖いんだよね。よっ、おい、危ねえ、危ねえ。さあ、延長で、3年生が打ってくれないとね。あ、3年生じゃねえ。先輩。先輩。先輩よ。なんとかしてくれよ。打ち上げたか。いや、さあ、ここで、内野のラオウ。割って。弱い。あっさりすぎでしょう、終わり方が。うん、102球か。せい、頑張ってもせいで、この回までだな。よし。よし。ここは外角中心。ここで出たか、ランナーが。さあ、代打か。
なかなかだね、相手も。内角中心。ここで一球外す。低め中心にさせて。グルメは無理だね。ここはね、ちょっと外野前進させて、いや、長打だったら完全にもうサヨナラ負けだよね、これ。もう賭けに出るしかねえな、これは。さあ、追い込んで、一球外す。さあ、どれがいいかな。ここは、よいしょ。よし。うん、なんとかさよなら引き分けを迎えた。さあ、そろそろね、打ってほしいんだけどね。おいったー、よし。よし。よし、勝ち越しホームラン、よし。あとは追加点取れればいいんだがな。横浜リー、あとは追加点取れれば最高なんだかね、これ。転がせいくか？ゲッツーだけな、やめてほしい、これは。よし、抜けた、よし。よし、積極打にして、ここはちょっと送りバントだな。最悪。最悪。真っ正面だからね、ピッチャーの。ここはもう谷村君に変えて、間違えた、なんで待てにしたんだ、くせ者に、くせ者にしようとしたところに。よし、よし、満塁か。いやー、これ絶対ね、追加点取ったらでかいぞ、これ。そっか。あっさりすぎでしょ、もう。倒れんのが。お、行ったんだよ、行ったんだよ。よし、行ったー、よーし。いやー、これは勝ち確定じゃないの、これ。さあ、内野のラオウよ、とどめを刺す一発を見せてほしいんだが、打ち上げたか。いや、でもこの回5点はでかすぎるよね、相手にとっては。で、ピッチャーをちょっと1年生の松村君に投げさせて、定位置にさせて、低め中心にしよう。ここは。まあ、そうなるね。低め中心ばっかり やってると。で、ツーシフト。コースをお任せにして、ここで臭いところを狙っていくんだけど、よっとよ、なんで取れないの、なんで取れないやろ。ノーアウトでこれやばいでしょ、さすがに。コースを任せにして、取れよ取れよ取れよ、よし、これでワンアウト、ランナーは右に三塁、変わりません。でもなかなか能力もなかなかだからね、能力全体的に上だからね。やばい、もう松村君が疲れてる。まだ1イニングも投げてねえぞ、これ。せめてこの打者だけは抑えてくれ、最悪。いやー、3点差か、これで。2点返しました。川口、タイムリーヒット。さあ、これでワンアウトランナー1塁。バッターは2年生。
さあ、あと工藤くんしかいないからね、もう工藤くんに全部託すしかねえな、これは。ストライクを取せて、おーい、ね、ファインプレイ、これは。さあ、4番。ここはこいつが来て、お任せにする。さあ、追い込んだ。ここでストライクを取らせる。いや、ピンチ広げたな、ここは。どうしようかな。ミニートが広いんだよな、相手。ここはちょっと外野前進させて、ストライクを取らせますか、じゃあ。よしよし、おい、おい、ちょっとさ、一発出たらもうさよならじゃん、これ。コースを任せにするしかねえな、これ。よーし、危ねえ、危ねえ危なかったぞ、この最終回。いやー、危ねえ試合だった。もう5点取っても大丈夫だと思ったけどさ、もう2点変えた上にさ、2アウト満塁だったからね。いやー、結構冷や汗かいたな、これ。よし、なんとかね、2回戦に行くことができたな、これで。よし、じゃあ2回戦目行くか。さあ、2回戦だけどね。なんか、ちょっとだけなんか嫌な予感がするんだけど、気のせいか？もうさっ、もう1点先制。あ、してんな、こっち。よしよし。ホームラン狙ってほしいな、これは。お、行ったんじゃないの？行ったんじゃないの？行かないか？行かないけどタイムになるね、これは。よし。さあ、どうだ？どう？ない？ちょっとなんか相手もちょっと打ちと互角ぐらいじゃないかな、もしかしたら。ここは、どうしようかな。引っ張らせるか。ああ、すんないと取られるパターンね。お、こっちがチャンスよね、またまた。さあ、前の試合で満塁弾を打っている清水だけどね、ここはね、熱血使わない。いやー、どうしようかな。ここは、取っといて、どうするか。これ、お任せにしてみるか、じゃあ。なんとか、ランナーは進塁ね。超進塁で、ここら辺、お任せ以外、まるっきり変わってないし。せめてね、どれかに上がってほしかったな。うん、無理無理無理。よし、タイムリー。よーし。しかも、こいつ。よし。さあ、ここで、内野のラオウよ。相手を揺さぶっていく。さあ、引っ張り弾を出してくれよ。
ホームランじゃないけど、ホームランじゃないけどヒットは出た。よし、ちょっとここはちょっと強振だったらなんかミートでいこう。ここは引っ張らせて、正面でなんとか追加点取って3対0だね。でも後半が怖いな。前回のね試合もあるし、さあ積極させてまた引っ張っていく。全然合ってない。相手がなあんまりチャンスが広がってないぞ。あ、広がないな相手なかなか。ちょっと今回のはちょっとラッキーかもしれないね、しれないね。これは引っ張って、よし、お任せして、落ちるね。いや落ちるか。よし落ちた落ちた。よしよし、さあ内野のラオウが登場する。ここは引っ張らせる。点は入るね。よし、さあこれで5対0になっていって、一発で今多分こういうの勝ちないのかな、これ。もしかしたら。よしよし、さあチャンス広がっていく。さあ2枠んだけど、センター返しやというか、なんかちょっと音が出なかったけど、どうし、6対0、これは勝ち勝負したね、これは。うん、早く場面だね、相手はね。さあ、積極打にさせて、の、お任せにして、の、早すぎんのよ、倒れんのが。でも、ノーアウトいきなり守備だし、しかも。ゲッツーシフトで、外国中心で、あーちょっとここはね、よし、空振り三振で取っていく。外国、ここも外国中心。よし、ゲッツーにはならねえな。さあ、うん、オールいいか。ここは外角中心にしての、まあ大丈夫、まあ大丈夫よ。おっと変わったね、ちょっと臭いとこを狙っての、よーし打ち取ったり、よーし、さあもう1点あげて、もうコールド勝ちしたいね。よし、初球打ちヒットになっていく。いや、ここは送りバントにしよう。ここ送りバントです。嘘でしょ、嘘でしょ。まあいいか、とりあえずセンター返しにして、オート、さあここは積極強振されてみるか。よし、お抜け
お、行動買いすんじゃないの、よーし、よーし、これで地区対、これで、あれじゃないのかな、次の大会に出場できんじゃないのかな、これで。はい、ということでね、来月10月にね行われるね、地区大会のね出場がね決定しました。いやー、正直で、ね、夏の大会はねちょっとね散々だったけど、まあ秋の大会でね2回勝ってね、まあこれでだからね、まあチーム内のね成長もね見せれたんじゃないかなと思う。まあちょっとね動画のね時間的にもね今回はこの辺で終わりにします。次回はですねこの地区大会をねやっていきます。ということで今回はこの辺で終わりにします。もし、この動画が良かったなと思ったらグッドボタン、そしてこのね栄冠9のね物語というかね栄冠9がまあ今後気になるという方はぜひねチャンネル登録の方ねよろしくお願いいたします。ではありがとうございました。